朝日スクープ今朝はこちらです。はい、この方関東のご出身でこれまで東京を拠点に活動していた漫画家さんなんですが、はい、突如縁もゆかりもない糸島市で生活を始めることになったんです。自然に囲まれた日々の生活の中で彼にはある心境の変化が訪れました。でも日常なんでね、全然気にしたことはなかったですけど、編集者と呼んでます僕は。だからこういう時に彼を、はい、見守ってくれる編集者と。3話のインコに見守られて漫画を描いているのは糸島市在住の角田ふむさんです。そんな彼が描く漫画が、落ち込もうが忙しかろうが、スタッフはロケ弁を味わえてこそいい現場が作れる。ドラマ撮影現場でのロケ弁をテーマに、先月から LINE 漫画で連載がスタートしたロケ弁の女王、角田さんの取材をもとに実在するロケ弁が登場するんです。その取材料は明石家さんまさんらが出演する番組からロケ弁通として声がかかるほどです。そんな角田さんがなぜ糸島に、まあ、最初はその僕の担当している佐渡島洋平さんが糸島来たい人いるって言ってて、それでまあちょっと興味は持ったんですけど、糸島来たらいい作家になるからって言われて、じゃあ行きますって来ました。ノリで。こうして去年6月、築およそ50年の一軒家に夫婦で移住したのです。前にも来てみようかな。そうだね、せっかくだし、まあ、スッキリするかしらね。こんなに、まあ、確かに天気よく切れる日実はあんまないかもしれないけど、うん、今まで切った中で一番。あ、本当ですか。天気いいかもね。最初来た時もこれはいいなと思ったのが、景色がすごいなと思った。海も緑も、海の色って同じ晴れでも毎日色違うんだっていうのはここに来て知ったことなんで。よいしょ。よしよいしょ。さっぱりしましたね。青空散髪ですねこれが。ちゃんと来てよありがとうございます。角田さんは移住生活の苦労話を漫画でも発信してきました。これは思ってたのと違いました。玄関なんですけど、まず狭いと、靴箱も置くスペースも備え付けもないし、あと段差がこれ今これ買いましたけど かなり高いんですよね。でこれ危ないなと思って、まずここ変えたいっていうことをリフォーム業者に相談したんですよ。でこの下が、こう見たら、まあ、こういう状態なわけですよ。そこにあったのは大きな空洞。玄関スペースのリフォームはできない形になっていたのです。他にも当初は雨漏りしたり虫が入ってきたり、漫画のネタにはこと書かないちょっと大変な生活でした。今ちなみに何を作ってるんですか？これはもともとここ木だったんですけど、今二度塗りを目をしているところです。隙間側から虫が来たりとか、そもそも匂いもしてたりとかして、どうしようかなと思ったところで、結構知り合いになったホームセンターの店長が漆喰を教えてくれまして、こうして少しずつ生活を手作りしていく中、角田さんの心境に変化があったといいます。東京ではもう暮らすことを意識せずとも、もう気密性の高いマンションに住んでたんで、漫画家なんでもう机の前で一日中漫画描くのが当たり前というか、一日中漫画描いてヘトヘトになって、まあ、雑にご飯3食食べて、まあ、で奥さんちょっと喋って寝るみたいな暮らしだったと思うんですけど、こっち来てからは漫画描く前の土台である暮らしを一回そのちゃんと向き合って考えない限り普通にはできなくなっちゃったんですよね。ってなると東京にいた頃よりも自分の暮らしって
こうだなとかこうしたいなっていうのが思うようになったんですよね。うん、いただきます。いただきます。さあ、妻の焼き上がったやつ、全然違いますね。野菜の弾力がもう、野菜とかお肉とか全部の、それはで安いし、糸島のって1週間冷蔵庫に入ったやつはまだブリブリなんですよ。朝トレしたやつとかが普通に並んでるから、それで気づきましたね、その鮮度がいかに重要か。今ちょうどロケ弁の女王っていう、ね、作品を書いてるんですけど、自分も東京の暮らしのままだったら、そんなこと言ってるお前が飯めっちゃ雑じゃんっていう感じだったと思うんですよ。だから漫画で書こうとしてることを全然体現できてないまま連載が始まっちゃってたと思うんです。新たな家族も増えて、仕事を中断することも多くなりましたが、生活や家族と向き合う時間が角田さんの創作活動の源になっています。1日に20回ぐらいやるやつ動きです東京時代はもちろん子供いなかったですし、こういうことをしてる暇なく連載をしてたので、こういう暇はあっていいんですよね。この時間があるから何かができないなんてことは全然ないよな。そんなにギチギチなわけないもんな、人生な。